エクスクスリブ昭和47年アニソン誕生というふうに締めましたけれどもまあアニソンってなんだっていうふうになったらばね定義は難しいというかまあ不可能ですよね不可能なんですアニソンってなんだって言ったらばねまあテレビ漫画主題歌全部アニソンだって言えばそうかもしれないしでもここまで見てきた いわゆるテレビ漫画主題歌もみんないいい歌歌でしたね歌いやすいしただこの昭和47年ってのは中でも特筆すべき年だと思うんですよ。というのはここからまあ後に我々世代っていうかな私なんかの世代が、まあ、昭和世代がですねアニメソングっていう言葉でくくりやすいようなノリのいい歌、ねえー、そういうものが それのの典型みたいいなな、ね、主題歌が、ね、重なっててるるんんでですすくつかこの年に出てるんですねだからまあこの年からいわゆるアニソンディ・アニソンダ・アニソンっていうものがここから始まったっていうふうにまあ言ってみれば中高の層みたいな年中高の層っていうかなええー、だからここまでのいわゆるテレビ漫画主題歌もみんないい歌だったんだけれどもここでちょっと格段に進歩するっていうか まあ、特に男の子向けの、ね、主題歌に関してなんか力が入ってくるっていうかねもう力んで歌いたくなるような歌が出てくる私はそれをもってして「アニソン革命」という風に名付けたいわけですけど、まあまあ、あそこに至るまではまだ多少あるのでえまずはねその昭和47年1作目「樫の木モック」から見ていきたいと思うんですけれどもこれはみなしごはっちの後番組ですね。タツノコプロ制作の でみなしご八を大当たりしました。え、なんで当たったかっていうと、お涙ちょうだい路線で大当たりしたわけですね。もう毎週毎週、子供たちの涙腺をね、絞るような、ああいう路線が当たっちゃったので、まあ、おそらくフジテレビさんとしても、局側としても、それからタツノコプロさんとしても、制作側としても、まあ、この路線で続けましょうってことだったんでしょう。お涙ちょうだい路線がこのあと続くんです、しばらくね。で、このモックもそう。う原作はピノキオなんです。 明らかにピノキオで、私ピノキオ大好きで何十回となく読んでたんだけどね子供の頃だから基本的な筋の運びはピノキオななんですよ。なぜか名前が「モック」ってなって不思議だったんだけど、ね、なんで「モック」ってすんのかなって不思議だったんだけどまあそれはともかくことしてでまあこの企画は主題歌で見ていくものなのでね主題歌見てみますと開始主題歌も終了主題歌もどちらも貸し抜きモックというものでございますね ま、番組名がそのまんま曲名になってるというやつで、えー、作詞が岡俊夫さんそれから作曲が小しべ信義さんとこの並びも前作みなしごハッチとそのままですねまあハッチがあれだけ大当たりしてもちろん曲も大当たりしたんでね主題歌も大当たりしたのでレコード全部大当たりしましたから、まあ、その流れでその功績でっつうかな引き続き岡さんと小しべさんが担当しているということになりますが。 歌詞が変わりました。歌詞が小野木久美子さんという方になってますね小野木久美子さんこの方はまあねある程度アニソンに詳しい方なら皆さんお分かりでしょうけども後の香織久美子さんでございますで小野木久美子さんは、まあ、この頃のコロンビアのね木村さんの路線で日清ちびっこのど自慢の優勝者の女の子を、まあ、こういうテレビ漫画主題歌で育てていくみたいな流れですねこう小野木さんも チビのの出身の方ですが他の人たちとちょっと違って小野木さんはあんまりこうテレビ漫画主題歌をやりたくなかったんじゃないかなっていう節があってあまりやらないですね。このモック以外はほとんんどやってななないいじゃかなねですぐに他のレコード会社に行っちゃったりしてまあ昭和50年代になってまたコロンビアに戻ってきてテレビ漫画主題歌に戻りますけども。 なんかご本人は若い頃はねえー、若い頃っていうかまあ子供の頃っていうかまあ思春期の頃かな思春期の頃はテレビ漫画主題歌にひょっとしたら抵抗があったのかもしれないですよねまあモック以外のテレビ漫画主題歌はあんまりやってないという感じですでこの曲なんですけど何だろうこれ小芝さんって本当に才能豊かな人だなっていろんな曲調のテレビ漫画主題歌作れるなと思ってね マッハ555とこの「ノ木モック」と同じ人が作曲してるとはねなかなか素では分かんないですよね事前に知らないでいきなり聞かされたらなかなか分かんないと思うんですけどもまあなんだろう子ど子供向けミュージカルみたいなそういう曲調ですよねで実際に画面でもピーコピ,ーコ,ピーコピンピンピーコピ,ーコ,ピ,ーコ,ピーコピンってところであのモックたちも動物たちも一緒になって踊ってるっていう感じになってるからね。 まあ、まあ、そのちょっと自動ミュージカルっぽいような曲調になっておりますけれどもここでお知らせをご覧くださいでこれは以前に何の時行ったんだっけな田舎っ大将の時行ったんでしたっけねあの多分2年契約で辰野コプロさんがコロンビアさん単独っていうかね独占にしてるんですよねおそらく2年契約でちょうど2年ぐらいでねやってるんでだ この音盤についてはコロンビアさん独占の間になってますのでアサヒソノラマさんからすら出ていないという感じなんですね主題歌に関してはですよ主題歌に関しては、えー、なんでこんな周りいくどい言い方するかっていうとその主題歌と関係ない歌に関しては実は3企画というシート会社から出てるんですよねそのシート会社っていうかレコードもあったかな3企画さんがね なぜだかこの頃ねみなしごハッチからなんですけどねみなしごハッチの多分途中からだと思うんですけどもこの辰野子プロにねどういう理由か分かんないどういうつてか分かんないんですけどもハッチの途中あたりから辰野子プロさんにガチッと食い込むんですよ。辰野子プロさんにっていうかもっと言ってしまえばその当時この当時の総帥であります吉田達夫さん吉田達夫音体に がっちり食い込それでまあまあ3企画から辰コプロさんの,のそのキャラクターを使った商品がねこの頃結構出てるんですハッチそれからモック、ね、そのこの2つかなこの2作はやたらと出てますね,ねこの2作に関してはもう商品出しまくりって感じでただし主題歌に関してはコロンビアさんががっちりとね まあおそらく契約でやってたんだろうからがっちりと握ってるんでまあ、それ以外のテレビと関係ない3企画さん独自のねなんかよくわからない歌とかが、えー、何枚かで出てると思うんですよね。その辺の研究はねまだあんまりされてなくてねちょっと残念なんですけどもね私も全部はつかめてないですけど多分そんな感じだと思うんですよ。でなんでその3企画さんがね その食い込むことができたのかってこれも私の完全な推測ですからね私の完全な先入観というかあの独断なんだけどまずね吉田達夫さんに食い込んだって言いましたね吉田達夫さんこの当時っていうかな奥さん娘さんが3人いらしてねその3人の娘さんの吹き込んでるシートを を三企画さんんが何枚か出してるんですよこれ私が他のチャンネルでねあの「ドラドラ子猫とチャカチャカ娘」かそれの、ね、音源あげてますけど「ドラドラ子猫とチャカチャカ娘」ってハンナ・バーベラーさんのねアニメがあったわけですけどねアメリカアニメがあったわけですけどでそれの日本語版主題歌は本来は小原紀子さんが歌ってるんですけど、まあ、カバー的にっつうかな。 それを吉田三姉妹が歌ってるわけです吉田達夫さんの3人の娘さんがね当時何歳ぐらいなんだろう多分3人とも小学生だと思います言っだから末の女の子はまだ幼児ぐらいの年だと思うんだけどもねそういうあどけない声で歌ってるんですよ。で私が他のチャンネルでねその「ドラドラ子猫」と「ちゃかちゃか娘」の音源上げてますけどそれ以外にもね何枚かその三姉妹で歌ってる音源をね発売してます。 まあ親バカと言いますかねだからそこをで、えー、多分こう吉田達夫さん吉田恩怠の懐に入っていったんじゃないかなって娘さんの歌声あのそのシートじゃ残しませんかみたいな感じだったのかもしれないねひょっとしたらばね。でも厳密に言えばさ「音恵」ってことに関して言うとね厳密に言えば。 これっていくら主題歌とかテレビに関する歌を歌ってないとは言ってもねコロンビアさんが横槍入れようと思えばねできたと思うんですよ木村さんがね横槍を入れようと思えば多分できたんじゃないかなって気がするのねあの契約上明記してなくても辰野子さんにさ吉田さんにさいやうちと独占契約結んでんだからちょっとそこはちょっと勘弁してくださいやみたいなね いくら絵だけ使ってるって言ってもねモックの絵は使ってるわけだからねいくら絵だけとは言ってもねちょっとっていう感じで言えばまあねやりづらいとは思うんですよ辰野子さんとしてもねまあ全部想像で言ってますからね、まあ、常識的にそうなんじゃないかな木村さんがそういう風にね釘を刺したらば辰野子さんとしてもや,るやりづらかったんじゃないかなと思うんだけれどもなぜじゃあ3企画さんが出せてるかっていうとまあこれも完全に私の独断というか推測ですからね憶測ですからね おそらくあの前回も言った通りコロンビアさんもうそろそろソノラマさんがうっとしくなってるんじゃないかなと思ってね朝日ソノラマさんがだからその同じくねシート会社だったで青息と息の3企画さんを潰してしまうとちょっとまずいなっていうのがあったんじゃないかなって、ね、まああの完全にね手助けはできないけどしたくはないけど 息の根を止めてしまう必要はないというふうに思ったんじゃないかなと。ライバルいてくれた方がいい、そのラマのライバルいてくれた方がいいなって思ったんじゃないかなと思ってるんですよ。それで、まあまあ、絵を使ってわけのわかんない歌を出すぐらいだったら目つぶっとくかみたいな感じがあったんじゃないかなって。これは完全に私の想像ですけど、もうちょっと年数が経つとね、この私の憶測がまんざら、うん まあんざらその全く完全なる的外れでもないんじゃないかなっていう事態がだんだんそうなっていくわけコロンビアさんがだん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 そのラマさんに対する締め付けをね厳しくしていくんですよやっぱりだからまあ、この辺からねおそらくコロンビアさんがシート会社のねそのラマさんをちょっと鬱陶しく感じ始めてんじゃないかなそのラマレコードなんていうのもやり始めてるしねなんか あんまり面白くねえなーって感じがあったんじゃないかなって、まあ、勝手に私は思ってるわけですけどもねこれがバロンのベルトボップね,ねこれは僕が買ったんでチョイスしたんですけど、うん、あのー。